岡田出張所は、宮城県仙台市宮城野区鴨も前通12の1、にあった仙台市交通局自動車部の営業所。霞の目営業所管理。当記事では、バス停である、市営バス、岡田車庫前バス停についても記す。校内は営業所庁舎と給油施設、車庫、バス停留所を設置する。営業所イラストマークは立つ。東日本大震災で、 施設が被災したため、現在は入出庫系統のバス停留所のみが事実上機能している状態となっており、2012年4月1日以降は、当出張所の車両の所属がーデラ出張所へ変更されている。2013年より、 仙台市地下鉄東西線開通前後をめどに、開始される霞の名営業所の委託及び事業所の振り返り実施を前提として、ニーベラ出張所が正式な委託事業所の対象となるため、2008年4月より、宮城交通へ委託している、東岡田出張所については、契約が切れる2013年4月以降は、当面、ニーベラ出張所が代理で事務を行う予定としている。 このため、当面は、回転地としての未機能する予定。また、霞の名業所の敷地内に、霞の名業所分室を設置し、仙台市地下鉄東西線開業時の霞の名業所本体の委託に備えている。2015年12月6日、東西線開業に伴う路線再編により、東出張所の回転地としての使用を終了。霞の名業所主管路線。 基本的には、霞の名業所で折り返す航路だが、岡田出張所霞の名業所間を改装で送り込み350系統となる航路も存在する。市営バス、岡田車駒前バス停は、仙台市営バスの停留所である。出張所庁舎に隣接して乗り場があり、待合室、定期券窓口も併設されている。 仙台市自動車運送事業会計平成24年度補正予算説明資料、命がけ33台のバス守る、業務受託の都社員加北新報、市営バス事業の管理受託評価報告書。ありがとうございます。